ロビンソン・ホセカノ・メルセデスは、ドミニカ共和国産、ペドロ・デマコリス州サンペドロ・デマコリス出身の、プロ野球選手、右ト左打。MLB のニューヨーク・メッツに所属。愛称はドンチューノ王。父、ホセカノも1980年に、ヤンキースとアマチュア FA で契約し、1989年に、ヒューストン・アストロズで6試合に登板した、元投手である。父は、 ジャッキー・ロビンソンにちなんで息子にロビンソンと名付けた。自身はドミニカ共和国で育ち、サンペドロ・デマコリス氏サンペドロ・アポストル高校で野球とバスケットボールの選手として活躍した。ニューヨーク・ヤンキース時代2001年に同校卒業後、父と同じニューヨーク・ヤンキースとプロ契約を結び、プロ入りを果たした。マイナーリーグで徐々に力をつけていったが、シーズン打率。 300やオプス800を超えるような目立った活躍はなかった。2005年、トリプル A 級チームで24試合の出場で打率、333オプス942などの高成績を残し、5月3日にメジャー初昇格を果たす。同年、3年連続投入王に輝いたこともある。トニー・ウォーマックから2類種のポジションダッシュに成功し、打率297。 14本類打62打点を記録。特に、チームの快進撃ともなった9月構成で活躍し、週間 MVP や9月の月間、最優秀新人を受賞した。初めてのプレイオフとなる、ディビジョンシリーズでも、前後試合に、フル出場し、打率、263.5打点、32類打などと一定の活躍を見せた。同シーズンのアメリカンリーグ新人王投票では、 ヒューストンストリートに次ぐ2位に入った。2006年、オールスターゲームの投票では2類種部門で1位で選出されたが、膝の違和感から故障者リストに登録され、結局出場は果たせなかった。しかし、怪我から復帰した8月8日以降の成績では、打率、2類打数、打点でリーグトップであった。欠場の影響で欠けていた、規定打席にも9月末に到達し、 主位打者争いに絡む活躍を見せた。また、9月の月間 MVP にも輝く。最終的に残した打率。342は、同僚デレクジーターに一輪差に迫る、リーグ3位の数字で、二類打数もリーグ2位であった。同年の MVP 投票では22位に入り、シルバースラッガー賞を受賞。2007年は、ロジャー・クレメンスが、ヤンキースに復帰する。 可能性を作るため、背番号を22番から24番に変更した。また、体重もメジャーデビュー時は8 0ラムもなかったが、9 2ラムに増やした。同年シーズンは前半こそ不調に陥ったが、最終的に打率3割を残し、本類だ、打点で自己最多を記録した。2008年2月7日、 球団と調停を回避し4年総額3000万ドルで契約を延長した。2009年は開幕前の3月に開催された第2回ワールドベースボールクラシックのドミニカ共和国代表に選出された。シーズンでは自己最多かつリーグ最多タイの161試合に出場し打率は2年ぶりの3割を記録した。また、 自身初となる200安打と25本塁打を記録した。シーズン終了後の MVP 投票では17位に入った。2010年は2年連続となる200安打を達成し、自身4度目の打率3割以上、自己最高の29本塁打、自身初の100打点以上を記録した。死球が自己最多を記録したことで、出塁率も自己最高を残した。また、 自身二度目となるオールスター出場を果たした。シーズン終了後には自身二度目のシルバーアスラッガー賞と自身初となるゴールドグラブ賞を受賞した。MVP 投票ではジョシュ・ハミルトン、ミゲル・カブレラに次ぐ3位に入った。2011年8月25日、オークランドアスレチックス戦で記録された MLB 史上初の1試合1チーム3。 万類本類打の一員となった。カノは5回裏に1本目の万類本類打を放った。カノに続いて、6回裏にラッセル・マーティン、8回裏にカーティス・グランダーソンが万類本類打を放ち、記録が樹立された。MVP 投票では6位に入った。2012年は4番を任されることが多くなった。初めて30本類打の大台をクリアし、 シーズン最終戦まで9試合連続でマルチヒットを記録した。ところが10月14日のデトロイトタイガースとのリーグチャンピオンシップシリーズ第2戦でプレーオフ24打席連続無安打となり1996年のボビー・ボニーヤを抜いてプレーオフのワースト記録を更新した。シーズン終了後に翌年の1500万ドルのオプションが行使され残留が決まった。 MVP 投票では4位に入った。2013年は開幕前の3月に開催された第3回 WBC のドミニカ共和国代表に選出され2大会連続2度目の選出を果たした。同大会の MVP になった。この年でヤンキースとの契約最終年となる。4月2日には音楽プロデューサーの JZ が経営するレーベルのロックネーションがビジネスを スポーツ事業まで拡大し、スコット・ボラスと契約を解除し、ロックネーションと契約した。レギュラーシーズンでは、7年連続159試合以上となる160試合に出場し、5年連続となる打率、300超えを記録。打点も2年ぶりに100の大台に到達した。9月13日のボストン・レトソックス戦の1回表に、 シフトを逆手に取って三塁線へのバントによる二塁打を記録するというチンプレイがあった。MVP 投票では5位に入った。10月31日に FA となった。シアトルマリナーズ時代2013年12月6日にシアトルマリナーズと総額2億4000万ドルの10年契約で合意したことを報じられ、12月12日、球団が正式発表した。 2014年は5年連続25本以上放っていたホームランこそ14本まで減少したものの打率314を記録し6年連続300以上となった。また自身初のシーズンに受けた投類を決めた MVP 投票では5位に入った。また8月20日に日米野球2014の選抜メンバーに選出された。 11月15日に行われた第3戦で日本代表の西雄貴から右足小指に指球を受けて骨折し、そのまま帰国した。2015年は開幕から不審に陥り、6月終了時点で打率2割、前半4本塁打だったが、後半戦は打率331、15本塁打を記録した。シーズンではメジャーに昇格してから、 初めて三振の数が100を超え、ホームラン数は21まで戻したが、2009年から続いていた打率3割超えが6年で途切れた。2016年は前半戦終了時点で、本塁打は昨年全体の数に並んだ。9月3日のロサンゼルス・エンゼルス戦で史上4人目となる12シーズン連続での32塁打を達成。最終的に161試合で、 自己最多の39本塁打を放った。守備面でも DRS でプラス11を記録し、3年ぶりのプラスに転じた。オフの12月5日に第4回 WBC のドミニカ共和国代表に選出され、3大会連続3度目の選出を果たした。MVP 投票では8位に入った。2017年開幕前に選出されていた第4回 WBC に参加。 シーズンでは8月4日のロイヤルズ戦で史上63人目の通算502塁打を達成した。9月21日のレンジャース戦でキーオンケラから史上146人目の通算300本塁打を記録。2018年5月13日のデトロイトタイガース戦で支球を右手小指に受けて骨折し、翌日から10日間の故障者リストに入った。 さらに5月15日に MLB コミッショナー事務局からフロセミドによる薬物規定違反で80試合の出場停止の処分が課せられた。8月15日のオークランドアスレチックス戦で復帰した。最終成績は打率303.10本塁が50打点だった。しかし出場試合数は自己最小の80試合13年間続いていた。 連続シーズン32塁打の記録は途絶えた。守備面では、本来2塁手であるディー・ゴードンの遺跡もあり、復帰後は1塁や3塁を守ることがあった。2018年12月1日に2対5の大型トレードが成立し、ヘルソン、バウティスタ、ジェイブルース、ジャレット・ケレニック、アンソニー・スーザック、ジャスティン・ラントのトレードで、エドウィン・ディアス、よび、金銭2000万ドルもに、 ニューヨークメッツに移籍した。2019年は故障に悩まされ、107試合の出場に止まった。5月7日には通算2500安打に到達し、7月23日のサンディエゴパドレス戦では3本塁打を放ったが、最終成績は打率。256.13本塁打。39打点で、打点は自己最小。三振率は自己ワーストだった。 2020年は打率が2年ぶりに300を超えるなど復調したが、オフの11月18日に薬物検査で禁止薬物のスタノゾロールが検出され、1年間の出場停止処分となった。期間中は年俸2400万ドルも支払われない。広角へ打ち分ける手話な打撃が持ち味。一定の長打力も合わせ持ち、逆方向へ強い打球を放てる。 前日の通り、ジップのホセカノも元メジャーリーガーであり、また10歳離れた実定のホセリトカノは2019年に、ルートイン BC リーグの新潟アルビレックス BC に、所属した投手という野球一家である。初記録、ありがとうございます。